こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も単行者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、紅葉秋風に舞うです。散り染めた紅葉が秋風に舞っている。晩秋の寒々とした光景を言います。悟りの境地はある時は歓喜の中に、また静止の中に、つまり折々の自然の姿と一体となって現れます。ここでは静かに落ち着いた気分。この句は起動録にも、秋風微水に吹けば落葉長安に満つと惹かれます。唐の花老仙の詩から取られたものです。それでは今から紅葉秋風に舞うを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。